Use It。 ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正男が毎朝お届けしちゃいます。 Here we go。 皆さんおはようございます。モーニング Use It、2010年11月26日金曜日、今日は第39回目のモーニング Use It です。タイトルコールはいつものように七色の声、梶田香織さんのご提供でお送りさせていただいております。Use it という言葉はですね、 Use IT、 IT をとことん使い倒そう、2つ目は Use IT、 あなたが主役の IT だということ、それから Use it、 今のチャンスを最大限に活用しようという3つの意味を持ってお届けしております。動画だけを見られている方は素敵に儲ける Use it、 または Use it、 あなたが主役のファンページ、 Facebook ファンページを見てください。特にですね、Use it、 あなたが主役というファンページにおいては活発な議論が繰り広げられております。素敵に儲ける Use it というブログでは、その、ファンページにおける盛り上がりをですね、ギュッと詰めて素敵に お届けしておりますので、ぜひブログもチェックしてくださいね。今日お届けするのは5 reasons Facebook will be the 2012 marketing requisite という、このテーマについて、この記事についてお届けしたいなというふうに思っております。5つの理由、なぜ Facebook が2012年というと、まあ来年、再来年になるわけですけれども、マーケティングにおいて最後の赤字で書いてリクゼットという言葉なんですけれども、リクゼットという言葉はまあ必要なという意味なんですが、まあよりこう逼迫して必要なという意味合いを持った言葉になっております。それでは早速その記事について見ていきたいと思います。こちらがそれなんですが、 Here are five reasons it is imperative that your business have a customized Facebook business page というふうに書いてあります。まあ、Facebook 全体というよりはですね、5つの理由があります。それは imperative というふうに書いてあるんですが、もう命令に近いような形で、もう絶対にこれはやらなきゃいけないんだっていうような形でという意味合いなんですが、imperative という言葉ですね。Your business have a customized Facebook business page。まあ、あなたのビジネスがカスタマイズされた Facebook ビジネスページを持たなければならない。もう本当に5つの理由があるんだっていうことを以下に書いてあります。失礼。まず1個目ですね。Fish where's fish are というふうに書いてあります。これは要するに、魚のいるところで魚を釣りなさいという意味なんですが、ここがですね、ちょっと日本とは違う状況なんですね。ここに書いてある通り、5億人のユーザーがいる。で、その半数がですね、頻繁に、Facebook にログインするっていう非常に活発な、まあ、ソーシャルメディアになっている Facebook が、アメリカにはあるわけなの。アメリカの状況はそうなんですけれども、日本は残念ながらそうではないので、この一番目の Fish where's fish are っていうところだけは当てはまりません。ところが二つ目、Engage and build relationship っていうふうに書いてありますね。こことっても大事なポイントです。It's not about selling your product and services。これは、この Facebook のファンページっていうのはですね、あなたの製品を売ったり、あなたのサービスを売ったりするっていうことではないんだと。そうではなくて、building relationships っていうふうに書いてあります。要するに、関係を作っていく場所なんだ。ということが、二つ目の理由として書いてあるわけなんですね。で、さらに3番目、effective and reasonable marketing というふうに書いてあります。as というふうに書いてありますが、失礼。Facebook の、as a reasonably priced and you control your daily budget というふうに書いてあります。Facebook にはですね、見ていただくと、実際広告が出ているのに気づかれると思うんですが、その Facebook as、Facebook の広告っていうのはですね、非常に reasonably priced というふうに書いてあります。要するに、非常に良心的な値段になっているよということですね。それから、あなたはこの予算をしっかりと管理することができる。そういう意味で、非常に効果的だし、理にかなった実はマーケティングができるのが Facebook Ads なので、ターゲティングもしっかりできますしね。今までなかった本当にターゲティングができる、Facebook Ads なので、そういったところも一つの理由だと。そして、4番目。Maintain strong brand awareness というふうに書いてあります。ここだけちょっとですね、全文読んでいきたいと思うんですが、You can build brand awareness with a customized welcome page, product or service page というふうに書いてあります。あなたはですね、このブランドアウェアネス、ブランドに対する、
意識の高さっていうのを、認識の高さっていうのを、ウェルカムページだとか、そういったもので作っていくことができると。さらに言うなら、Facebook コンテスト。まあ、Facebook のファンページの中でコンテストを行うと、まあ、さらに言うならば、when used in combination with Facebook ads というふうに書いてありますが、Facebook の広告と組み合わせて使うことによって非常に効果的だというふうに言ってるわけなんですね。ユーザーは、user submit essays or photos って書いてあります。ユーザーは、エッセイを入れたり、フォトを入れたり、そして、then ask their friends to vote for their entry。彼らの友達にですね、ぜひ僕が投票したエッセイに投票してよとかですね、写真投票してよということをお願いするわけです。それが、もっともっとバズを呼んでいく形になるんですね。口コミを呼んでいく形になります。They can also share the entry on their wall, making your brand visible to all of their friends って書いてあります。もう彼らはですね、さらに言うならば、自分自身の Facebook のウォールに、このことをシェアしていくということを、そういう行動をとっていくので、彼らの友達にもどんどん広がっていく。You can also increase brand awareness results by integrating Facebook with traditional marketing channels というふうに書いてあります。これはですね、実際に Facebook だけに頼るではなくて、Facebook のこの、を使ったですね、ブランドアウェアネスを高めていく、そういった活動を今までの既存のチャンネル、テレビ CM でもいいです、雑誌への広告でも、新聞への広告でもいいんですが、そういった形のものと、コンビネーションしていくことによって、より効果を発揮することができるでしょうということです。これらは、ユージットの今までの事例紹介の中にも何度かご紹介させていただいたところですね。そして、provide customer value というふうに書いてあります。value can come in the corner you share というふうに書いてありますが、要するに、あなたがですね、Facebook のファンページを通じてシェアしていくコンテンツによって、価値は生まれてきます。で、you can offer specials for Facebook users only というふうに書いてあって、Facebook のファンページのファンに向けてのみですね、実はスペシャルな、特典を提供していくことができるというところが、またさらに魅力なわけです。さらに言うならば、今まだ日本の中では使えないですが、Place is a location based tool というふうに書いてあります。この上に書いてあるように Place ですね。この Place を通じて、実は Offer Deal、まあ、ディールっていうと、そのままで言うと取引っていう意味なんですが、まあ何らかの特典をここで提供していくことができるということなんですね。まあ例えば、自分のお店に5回、来てもらってチェックインをしてくれたら、クーポンを当たるとかですね。そういった形で、もちろん、カスタマーに対する結びつきを強められるのと同時に、それはまた、ニュースフィードで広まるんですよ。というようなことで。そしてまた、その友達を連れてきてくれる。まあ、一つ、芋を取れば、芋づる式にどんどんいろんな芋がついてくるっていう現象を起こしていくということなんですね。まあ、これを日本にそのまま、まあ、当てはめることができないのは、この一番、fish where the fish are。まあ、魚のいるところで魚を釣りなさいっていうところのみがですね、残念ながら日本にストレートには当てはめることができないものです。ただ、2番、3番、4番、5番、6番。これ5つの理由って言っときながら、6つあるやんけって、まあ今ちょっと気づいちゃったんですけれども、それに関してはですね、しっかりと企画を立てていくことによって、どのように Facebook ユーザーに働きかけていくのか、そして Facebook の中にいる人たちはどんな人なのかということをしっかりと、抑えることによって、2番、3番、4番、5番、6番というところは、しっかりと効果として出していくことができるはずです。今日はですね、ちょっと、熱っぽくお話をしてしまいましたが、5つのこういった Facebook のファンページを、作っていく理由があると。もう、imperative だと。非常にもう、これはもう絶対命令に近い形で、今は、アメリカではもう欠かせないツールとなってきているんだと。いうことは認識しておいていただけると良いのかなというふうに思います。それでは、今週の、モーニングユージットは今日この回でおしまいになってまた来週お届けすることになりますが、じっくり土日頭を休めていただいてまた月曜日からガーンと、モーニングユージットにガーッと目を開いてですね、お聞きいただければ幸いです。それでは、stay tuned! Bye!